どうも、めちゃめちゃメッセージです。はい、というね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、智弁学園について話していこうかということで、もうね、ファッションは、はい、もう帽子はね、はい、もうトラウト意識で、まあ、パドレスですけど、まあ、置いておいて。まあ、これ、智弁学園なんですけど、これね、正直な話で、これ、ね、システム変わるんちゃうんかっていうのが僕は思ってて、ほんとこれ、システム変わらないと、智弁学園はもうちょっと終わってしまうんちゃうんかなっていうね、この話をしたくて。このね、システムって何やねんって言うとね、この進路のね、システムなんですよ。ほんとこのね、進路のシステムとは何やというとね、これね、智弁学園、智弁和歌山っていうのは、このね、県内選手を基本固めて、県外選手はあんまり取らへんっていうね、スタンス。これをね、ずっとね、こう貫いてきとったんですけど、まあね、前の動画でも話したんですけどね、今年からですかね、智弁和歌山の方がね、その制度っていうのをもう、ちょっと変えたんかな。で、もうちょっとね、話題になりましたよね。もう今、県外の、まあ言ったら A 選手、埼玉県とか、関東の方の A 選手を取ってきたと。ほんで、言うたら、智弁和歌山ももうそろそろそういうことをしていかないと、やっぱその県内でも全然負けてしまう。この和歌山県内でも、智弁和歌山がね、絶対に優勝できるってわけじゃないですから。ね、もう和歌山では一強って言われてますけど、一和歌にね、負けたりともね、ありましたし、和歌山東が甲子園出たりね、あったんで、智弁和歌山、負けたじゃないですか、和歌山東がね。ほんで、それでさらにね、強化をね、増したと。ほんでね、智弁学園なんですけど、智弁学園はね、2021年にね、甲子園に出て、智弁同士の決勝でね、優勝を果たしたんですけど、これがね、あだかもしれないんですよ。これのせいで逆に、新入部員があんまり入ってきてないっていう可能性もあるんですよ。ほんで、なんでやねんみたいな、甲子園優勝してなんで入ってこうへんねんってね、思うかもしれないですけど、これはね、コロナの次の年で、無観客の時やったんで、そんなにね、なんでしょう。影響力っていうのがなかったので、ほんで、これであんまり、天理とかよりかは、智弁の方が、やっぱこう、応援とか、やっぱそのメディア的に取り上げられるのは、やっぱね、甲子園の優勝って言ってもね、そんなあれやったんですよ。観客ももう、全然入ってないですし、ほんで、テレビで、こう、応援とかもね、バーってされてなかったんで、そんなね、こう、知名度みたいなのが上がらなかったので、この智弁の優勝っていうのは、ものすごくもったいない優勝になったと。ほんで、その後に、応援が解禁されてからは全部天理ちゃうかな。天理かな。と、和歌山東も出たかな。ほんで、確か、これ、智弁学園はそっから出れてないんですよね。まあ、この2年とかなんですけど。ほんで、これはどういうことかっていうと、やっぱりね、この甲子園で応援とかそういうね、メディアに取り上げられた方が、やっぱね、新入部員っていうのがめちゃくちゃね、増えるんですよ。だからね、その、コロナ世代のちょうど、あっこの年に甲子園出たチームって案外ね、その後ね、人気なくなってる高校ってね、思ったよりあるんですよね。ほんで、智弁学園なんかほんまね、そうかなってね、僕は思ってて、まあそう簡単にはね、バーンってね、オワコンとかにはね、ならないんですけど、こうね、緩やかにやっぱね、この智弁学園が、その県内選手を、で固めてるチームやったんで、その県内にやっぱりえぐい、奈良県のえぐい選手をね、バーってね、取っていくシステムやったんですけど、最近はね、やっぱりね、こう、天理とかにもね、この秋には負けてますし、4対1で負け取ったり、ほんでね、奈良大とかにも負けてるんですよ。ほんでね、その、まあ特に天理ですけど、なんで天理に負け始めてるかっていうとね、やっぱりね、天理が、の、やっぱね、県外選手を取るっていうのを、もともとね、天理ってその、県内選手にこだわってるわけじゃないですか。ほんと県外選手とかもいるじゃないですか。ほんとその県外選手がやっぱいいんですよね。だからね、こう、なんでしょう。母数的にね、なかなかね、これ、だんだんこう、勝つんが。ほんで、天理がね、やっぱ最近は、ワッショイとかあるじゃないですか。で、ワッショイみたいな。あれがね、ものすごい人気やし、その天理高校っていう高校が、結構ね、人気が出てるんですよ。やっぱその、このね、地元関西でも、天理高校は、思ったより女の子もおるし、女子までもおるし、それなりに可愛い。これね、こんな、お前そんな言ってるけどって思うかもしれないですよ。これはね、結構ね、中学生、あの頃のね、中学生っていうのはね、結構ね、それで決めたりするんですよ。ほんで逆に智弁学園は、もうみんなね、丸メガネやと。もう智弁学園の女の子と言ったら、もうみんなメガネして、ね、もうほんまに、もうわからへんと。みんなハリーポッターみたいな服装してね。してます智弁学園の制服。女の子、試合中、バーって見に来るんですよ。ほんならね、みんなハリーポッターみたいな服装してね、夏場でも暑いのにハリーポッターみたいな服装してね、
来るんですけど、だからね、そういうシステムを変えないと、そういうシステムじゃないわ、そういうのでこう噂が流れて、やっぱ天理高校の方が女子も多いし、モテるし、みたいなのが流れるんですよ。ほんで、やっぱ県外もおるし、天理の方が強いっていうので、ちょっと今ね、これ、智弁学園が落ちてきてるっていうのもあるんですよね。だからね、こういうシステムをいち早く変えて、その女の子を可愛くするのは無理にしても、やっぱこう、県外選手とかをちょくちょく、智弁和歌山みたいに割り切って、こう、取っていかないと、やっぱね、こう、勝てないかなと、ほんまに母数がちゃうじゃないですか。ほんまに、なんでしょう。ヨーロッパの男前と日本の男前どっちが多いねって言ったらね、それはもうヨーロッパじゃないですか、もう母数がちゃうんで例えばおかしいですけど、だからね、お前それと一緒で、いい選手をこうね取りたいのに、奈良県だけで集めるのはちょっと厳しいかなっていうのを最近はちょっとこう身に染みてきてますよね。やっぱこう県外選手のじゃらこうちゃらって言われてますけど、やっぱりこの今年の甲子園あったじゃないですか。去年の甲子園かな、2022年、夏の甲子園で、国学院栃木なんか全然聞いたことなかったじゃないですか。ほんであのチームですら県外選手が13人か5人ぐらいおって、だからもうそれぐらい県外選手を取っていくのがもう当たり前の時代に、やっぱ智弁学園はらしいですけど、もうそのいいんですよ、その県内にこだわってるみたいなのはめっちゃかっこいいですし、めっちゃいいんですけど、やっぱね、その一方、やっぱその他の母数が増えてるチームには勝てなくなってくるかなって思うのと、あとはね、ちょっとやめてほしいのはね、智弁学園ね、練習試合とか行くじゃないですか、ほんならね、知ってます、なんかシステムみたいなんで、相手がね、こう練習試合とか来て、朝7時ぐらいになったら、もう僕たちアップしてんのに急に、止まって、全員同じ方向を向いて、智弁学園、そのなんか宗教のなんかね、お経みたいなのがあるんですよ。何枚だ、何枚だ、みたいな。全員グラウンド止まって。でもう僕たちアップしてるのに気まずい、気まずいね。あのシステムもね、もう僕からしたらね、ちょっとやめとった方がいいかなって思います。ほんでね、やっぱ言いたいのは、このね、奈良大とか、ほんで、高田商業とかね、もうね、奈良県ね、結構ね、レベルが上がってきてますし、ほんで今回ね、実際天理、多分近畿大会も出たんかな、です、わかんないですけど、天理高校じゃないわ、智弁学園出てないですから、ちょっとね、智弁学園、やっぱね、選手集まってるんですけど、やっぱこう、奈良県前まではね、もう天理と智弁学園、こう2強やってね、言われとったんですけど、もうね、ここ最近はね、奈良大附属であったり、高田商業とかね、いっぱいね、強いチームが現れてるんで、そろそろね、こう、県外選手を取ったり、智弁学園がパッてね、ビジネス的な、こう、シフトチェンジしないと、もう、ちょっと終わっちゃうんかなって僕は個人的に思いました。はい、ということで、今日もやってきました。また、皆さんが思う情報があればぜひコメントで。それじゃあお疲れ。